モシェワインバーグと妻の写真モシェワインバーグはイスラエルの元レスリング選手及びコーチ。選手としてはユース時代シニアになった後8年間イスラエルチャンピオンであり続けた。1972年のミュンヘンオリンピック事件で殺害された。1972年ミュンヘンオリンピックにイスラエル代表のレスリングコーチとして彼は参加していた。9月5日の早朝。 パレスチナゲリラの黒い9月が選手村の宿舎に侵入、まず高地である彼の建物に侵入、もみ合いの末彼は捕らえられた。他のイスラエル人が居住する建物への案内を強制された。彼はスリムなフェンシング選手、射撃競技選手、陸上競技選手の居住する建物ではなく、ウェイトリフティング選手、レスリング選手のいる建物にテロリストを連れて行けば、 彼らを逆に制圧できるチャンスが大きいと考えたと見られるが6人の選手が居住する建物もテロリストに制圧されてしまった。選手たちがコーチのアパートへと連れ戻される途中で負傷していた彼はテロリストの一人に飛びかかり一人を一時制圧した。その隙にギャット・ツォバーが地下の駐車場へ脱出に成功した。しかしワインバーグはテロリストにマシンガンで撃たれて、 最初の犠牲者となり、遺体は放置された。2005年に公開された映画、ミュンヘンでは、彼の息子が父親の役を演じた。ありがとうございます。